皆様こんばんは。さあ、ここからゲーム6 PSG タロン VST1 の試合の模様をお送りいたします。本日はこれが最終試合ということになっております。さあ、まずはデイ1、この最終試合までこう見てきましたけど、これ印象というか。そうですね、まあ、やはりグループステージよりもレベルの高い試合が続いている中で、うん、ただやっぱりグループステージでなんか使った手札が、まあ、ランブルステージでどう通用するのかというのを各チームちょっとチェックしているような印象もありますよね。はいはいはい、ですから、まあ、メタの変化の兆しというのが見えた1日目だと思いますね。まあ、TF に対してヤスオダイアナが来たり、グウェイに対してブラッドが来たり、エズレイに対してカイサが来たりといったところでカウンターピックが、まあ、徐々に発見されている中で、じゃあそこも考慮しつつ次はどうするのかというのが、まあ、3日目あたりに出てくるのかなという感じですね。まあ、今日はじゃあ3周試合ですけども、とりあえず用意したもので多分戦うんじゃないかと。そうなると思いますね。そんな中でちょっと気になるピックはカリスタですかね。はいはいはい、ほぼ全ての試合にここまで、まあ、バンで登場、ピックで1回ですか、ええ、出てますけど、まあ、グループステージだとあまりこう出てこなかったピックが急にランブルステージ出てきているといったところがどうなのかというのはちょっと、まあ、気になるポイントですよね。そうですね、まあ、かなりバフされましたから、グループステージで無視されているのもちょっと違和感のあるような、うん、あ、そういった状況ではありましたけど、ムーブメントスピード5アップですからね。大きいですよね、うん、さらにはその前のバフのところでアーマーが上がる、はい、バフも受けてますから、さらにはこうゲームのテンポが非常にこうどんどんテンポよく戦ってスノーボールしていくような展開がやはりランブルステージでも多く見られる中で、カリスタがすごくマッチしてるなという印象も、そうですね、そういうメタにはありますからね。トリスターナバンしてるのも結構そういう理由ですよね。うん、だと思いますね。トリスターナこうレイトゲームキャリーというよりはアーリーゲームからこうスノーボールしていくタイプの AD キャリーとして運用されてますから、そしてカリスタに対してもある程度戦えるトリスタというところが評価されている部分もあると思いますからね。さあ、そして本日最終試合 PSGVSTT1 がまさかの1敗がつくという MSI になっています。さあ、ここから、まあ、選手たちにとってみてもこう久々の敗北という中で、メンタル的にはどういった状況でこの試合に臨むのか楽しみです。まあ、間ちょっと長く空きましたから、うん、リセット、あとは、まあ、フィードバックというのはしっかりとできていると思いますね。そんな中で、まあ手札を新しく切るのか、それとも従来の形でもう一回チャレンジするのかというのがちょっと気になりますね。面白い番から入りましたね、ベックスから。ベックスはルブランアーリーへのカウンターピックなんですけど、ウーコン番、まあ、ケイトリン、 T1 のケイトリン、グマヨシのケイトリンは本当開かない。ずっとターゲットバンされてますね。一回も開いてないですかね、はい、のところ。こうなると一度ぐらい見たいなっていう世界戦でっていう気持ちがちょっと出てきますが、見てみたいですけどね。今ちょっとだってあの変わりましたよね、カルマみたいなこうサポートでウィンレンウィンゲームボットレーンからやるみたいなのが結構 LCK 内だとすごいメタだったじゃないですか。あとはケイトラックスとかで、ただそれがちょっと減ったような。そうですね、まあ、カルマは唯一エズリアルの時のみで、他は基本的にはエンゲージ担当のサポートが多いですよね。ユーミもバンはされるものの、ほとんどピックはされないですからね。なんかトップレーンが勝った方が大きいんだよみたいな傾向に結構変わってますよね。そうですね、そしてボット勝った時もそのままボットをスノーボールさせに行くんじゃなくて、サポートがミッドにロームしてみたいな展開が多いですしね。そして来ました、カリスタバンされないのかなと思ってたら使うんですね。 T1 使いましたね。残ってる AD キャリーの中だとやっぱりティアが高いと、トリスターナ空いてますけど、エズリアル、カイサもオープンの中でカリスタ、そしてファーストピックはアリから、おー、グレイブス、そしてまあサードピック目のところでルブラン。まあそうですよね、もうこれ確定ですよね、だと思いますね。ただジャングル、グレイブスなんですね。ビエゴという選択肢もあったと思うんですけど、そのカリスタと、まあ、サポートは何かしらプラスビエゴによるスノーボール、ボットサイドからスノーボールという選択肢もあったんですが、それを取らなかったというのはちょっと意外ではありますね。さあ、それを見てビエゴ、
このサードピック目 PSG 何を取るか。まあでもトリスターナ、ルブラン取られるの確定してますから、トリスターナかグエンか、はいはい、ADK を後回しにするという選択肢もなくはないですけどね。確かにグエンありましたね。でもグエンもカウンターがちょっと多いと。そうですね。ただ、まあ、ルブラン、あでも懸念ですか。たださっき言ったあの止めてしまった話の内容の方が気になるんですけど、そのルブランを取らせずに済むじゃないですか。グエンを取って相手がグエントップカウンター出てきたら、はいはいはい、あおゾーイロックしました。ちょっと新しいことにチャレンジしたというか、G2 がやったことをトライするんですかね。しかもこれ何度目かやってますね、このアーリーにゾーイ。ルブランじゃないですね。まああれですかね、またインタビューで言うかもしれないですけど、やりたいって言ったからっていう結構 T1 そういう傾向ありますもんね今ね。あとはなんかこうプレイヤーの感覚的に分かってはいるけどこのチャンピオンの方が良さそうみたいな、そういうフィーリングを優先したのかもしれないですけどね、うん、じゃあバンフェーズ2、まあ、カリスタの相方サポートがやはり気になるところですか。おーノーチレオナとトップレーンからしか、これエンゲージどうするんですか PSG。 ノーチラスをバンするのは分かるんですけど、レオナまでカリス T1 サイドがバンするんですか。カリスタにとって、まあ、ノーチラスはカウンターピックになりますから、あとはアリスターも怖いんですけど、レオナをバンというのはちょっと意外ではありますね。ラストバンガンクプランク懸念に対してレーニングで勝負できるチャンピオンというのを潰していきましたね。アリスターかパイクがまた出てくるのか。ケリアのピックは非常に気になりますが隠します。イレリアゼウスのイレリア、あーなるほど、レンジチャンピオンには得意ピックです。ゼウス、そして PSG のボットデュオを見てカリスタで勝ちに行くのか、それともカリスタをファームトントンにすぐトップヘビーに行くのかというのを見る形ですか。あー T1 このドラフトの流れ好きですよね。好きですね。ケリアにラストピック渡してっていう、まあ、選択肢豊富ですからね。ただまあそれでもやはりレオナノーチアスが消えた中だとちょっと、まあ、ラカンが無難ではありますが、うん、まあ、トリスターナは取ると、うん、さあどうする。アリスターも一応あります。アリスターか、ラディスター・ラカン仕掛けられるサポートってそれぐらいですか。そうですね。魔王界とかいかないですかね。面白いですけどね。あレルも確かに、ただレルちょっと勝率が良くないですよね。まあ、ラカンかあとはブラウム、カリスタですからブラウムでエンゲージもできますし。お？サイラスサポートですか？本当ですか？え？またケリアが何かやっちゃうんですか？ん？ん？あ、グラガスサポート、グラガス、あルブランサポートとかもう本当怖いなと思ってたんですけど今なんかやりかねない感じがしますけど、まあさすがにさすがにでしたね。この後のソロ級が大変なことになりますからケリアがやったからってみんな言うんですから。いやただケリアだからできるっていうピックは多いんですけどね。いや憧れゆえにやっちゃうんですよ。まあその気持ちはよくわかります。さあ構成で揃いました、まあ、集団戦に寄せたのが PSG の構成になっていきますね。懸念アーリー、そしてレルとアルティメットによるエンゲージが非常に強力、そしてあ、まあ、ビエゴとトリスナーが回収していくようなイメージになりますね、うん、一方で T1 としては、まあ、それをグラガスのアルティメットでいなすこともできますし、一度グラガスが受けてカリスタがアルティメットで回収してスキルがある程度使ったのを確認してからイレリアがアトリーで入っていくような集団戦で戦えるプランというのは常に持ってますね。ただやっぱり気になってる点として何度も言われてましたけど、あのグレイブスだったということ、うん、でゾーイだというこの2点ですよね。やっぱりそうですね。カリスタの序盤のダメージを考えるとビエゴの方がスノーボールボッツサイドで使ったのは間違いなくない中で、それともグレイブスを選択したといったところが、まあ、どう機能するのかという点と、まあ、ゾーイルブランと比べると、まあ、ポークですよね、うん、そこがどこまで機能することができるのか、あとは、まあ、ルーンの選択、電撃をキャップさ選択してましたが、フェイカーは
解放の窓口なのかどうなのかという点ですね。さあこのオーナーどういうジャングリングを見せるのか。なんといっても2、3あたりだとビエゴとしては入られると苦しいですもんね。グレイブスの方が有利なマッチアップになってますからね。さあ始まりました MSI2022 ランブルステージ Day1 ゲーム6 PSG タロン VS T1 の試合スタートです。さあ会場はもう G2 がたくさん温めてくれましたからいや大盛り上がりです。 T1 のファンとしては0-2スタートの T1 なんて見たこともないと思ってますからね。それはもう人一倍 この試合は力入ってるでしょうね。応援の熱は凄まじいことになっていると思いますね。そしてオーナーすごいですね魂の収穫。ああ本当ですね。それだけ激しく序盤展開していくということになりますね。回収できれば確かに強いですけど。そしてフェイカーも電撃です。やっぱりアーリー相手だとこのルンの選択の方がいいということだと思いますね、うん。でまあ、基本的には、まあ、その魂を回収するポイントとしてはボットサイドを考えていると思いますね。まあ、仕掛けやすいレーンですもんね、うん、一番。それでまあ大体2周目になってからイリリアがレベル5あたりになってからトップレーンのところで、眼光を狙っていくということになると思いますね。両者ともにノーリッシュ、まあレーン重視の立ち上がりです。おーPSG サイドはレベル1のところでワードを置きに行かなかったので、ね、ルートどこからグレーブスがスタートしたのか分かってないですね。となると花火ちょっとレーニング難しくなります。ああただでさえこのマッチアップ難しいのに。そうですね、レベル1は圧倒的に懸念が有利なのでレベル1、2のところで、ハラスしてミニアドバンテージ作ってダイブウェーブ作ってプレッシャーかけていきたいんですけど、もしグレーブスがボットサイドスタートしていた場合、ね、うわーユナイト、いやとんでもない、おかしくないですか。何拾ってました、何拾ってました、ね、ダブルで何か多分スキル拾ってたと思うんですけどちょっと見えなかったですよね。見えなかったですね。拾ってなかったですか。イグナイトでダブルのパッシブ発動させてのダメージトレードですかのはずですね。なるほどなるほど、拾った、イグナイトだ、またいった、イグナイトを拾うこの短時間でイグナイト2回打たれる、連勝てるはずがないですね。もう一度拾いますから、フェイカーですから。ちょっとサムナードリフトの神様に愛されすぎじゃないですかねまあここのタイミングでもしかしたらグレイブスがガンクスしてくるかもしれないので、花火としてはレーニング、うわ警戒してても当ててれば問題ない。ゼウスフラッシュイン、フラッシュアウト、ただ追撃、ソロキル、やはりゼウス、E を食らった時点で終わりでしたね。まああそこでキルラインだった、キルラインでしたね。パッションも溜まってましたし絶対に避けなければならないスキルだったんですが、あまりにも綺麗に当てすぎてレボルさんもちょっと口があま本当にスムーズでしたねここでレベル3段階のところでソロキルされてしまうとなると、はい、返せるタイミングって 1v1 だともうなさそうですか、ね、あもうない、うわセプター購入ですか。花火としてはもうファームで耐えて集団戦で取り返すと、その速度を上げるために狩る選択。さあオーナー入りましたが、ここにはワードが置いてありました。ただリコールです。ちょっとお互いジャングラーを探してるでしょうかね。チュハンもそうですね、体を隠しています。これボットダイブ警戒してベイ、ジュハン、ボットに走ってますね。これでようやくカイビンがチェックできたのでオーナーがいないことを確認したと。おっと花火、うわまた当てる、スタックはマックスだ。ゼウスまずは5割削った、もうレーニングできません。今のその W の使い方も完璧でしたね。まずはソロキルのリプレイ、いやこれもスタック、セクションのスタックも溜めて、鮮やかでしたね
あー、そんな、あ、もうダブルも使っちゃった。スタンからフラッシュインオーナー、タワーダメージはどうだ、足りるか、足りました。いやただまあミニオン焼けてますからね、まあでも花火からするとそうですね、最低限のトレードには持ち込めたと、さすがですね。ミニオンもまあジュハンが取ることで一応チーム的にはロストがないと、ただまあやっぱりイリリアのスノーボールを止めるのはかなり難しくなっているのは間違いないですね。そうですね、ここからやっぱりレイがミッドレーンから動けるシーンがいくつかあるので、そこをどう使うかというのが今後 PSG としては重要になってきますね。まあ、グレイブスというチャンピオン、ミニオンがいるとダメージを出しに行きづらいというところで、まあフラッシュ使わざるを得なかったというところもありましたけど、まあトータルはやっぱりトップレーンのところで作れてますから、 T1 が大きなアドバンテージを握ってますね。うわ、参考6レベル、そんなそんなそんな、いやヒヤッとします。スタンしてなければ今キルラインでしたよね。キルラインでしたね。うん、難しいですね。これボットレーンのところも T1 が仕掛ける選択肢を持ってるので、はい、PSG 動かせるのがベイのローム以外ないですね。あ、ベイ動きましたよ。ミッドレーンから離れてボットレーンへ。ただそこにオーナーが待っている。フラッシュインから妻のカップ、ロケットジャンプ合わせてすぐさまイグゾースタークレンズで解除、ヨードルグレネード、そしてイグナイトが入ってはいますが、なぜそこにオーナーいるんだ。コラテラルダメージからいいダメージ、ジュハンはただデッドはしません。寄ってきたベイ、フェイカーに逆に挟まれるような形になっています。このベイがゲーム動かしたかったんですよね。参加したかったですね。ただこのオーナーの読みお見事でしたね。そのまま CG、 いやだいぶだいぶフラッシュインパドロスター合わせてカウンター1ストレード。ただユニファイはデッドです。ベイがキルを拾っています。痛み分けに近いですが、ミニオンのロストも考えるとわずかながら T1 が得した、そういった 1-1 のトレードにはなってますね。また当ててる。ちょっとゼウスのこの、これはあのカメラマンがわざとこう E が当たらないシーンを映さないようにしてるのか、はい、それともただただ全て単純にゼウスが当ててるのか、詳しくはプロビューで要チェックですか。プロビューないんですよね。そうなんですよね。あったらすぐさまチェックしたいところです。したいところですね。外れてるの今のところ一回も映ってないですからね、はい、思わずまた当ててるって言っちゃいましたから。そう簡単に当たるスキルに、ああ避けました避けました避けました、ようやくようやく、いやカメラマン分かってますね。そうですね、我々の不安を安心に変えてくれるという。さあリフトヘラルド、まあ、懸念レベル7アルティメットもある。集団戦は強いですから、こういったところを集団戦して、まあ、勝っていきたいという考え PSG 持ってると思いますけど、しっかりとケリーはレベル6にしてますね。これは無理だということでドラゴンの方へ。さあこれでリフトヘラルド獲得 T1 です。このボットのダイブの流れというのをベイ作れたんですが、しなかったですね。マユシが1人、ケリアがルートカットで、ね、ミッドにすぐさま戻ってましたもんね。そうでしたね、またミッドプッシュしてボットサイドに寄ってますから。うわこれ花火ウェーブが最悪だ。プルウェーブ前に出たタイミング、これはただ読んでいました花火。これでドラゴン獲得は PSG ドラゴン、ファーストドラゴンはクラウドドレイク、ネクストはヘクステックドラゴンです。ここおっとグロンプちょっと取れなかった、痛いですね。でもベイがゲーム動かそうというのはすごく感じますよ。そうですね、ミッドレーンから離れてサイドに、特にボットサイドに動いて、まあ懸念はもうどうしようもないというところで花火に耐えてもらう選択をして、代わりにボットサイド側で
ゲームを作ろうという動きしているのは非常にうまく機能していると思いますが、ただちょっとそうですね、ウェーブの形をうまく作れてないのでだいぶプレッシャーもかけられていないというところもあって、トップレーンで相手に突かれている有利ほど交換の形でボットレーンで有利作りきれてないと、どこかしらでやはりファイトを作るなりタワープレート取りに行くなりといったところを決めていきたいですね。さあ、アンブラルグレイビがオーナーできました。ここからは視界の有利というか PSG が置けてるワードは一つも現在ありません。あ、一つドラゴン前一つありますか。いや、ただミッド周り見えてないのは厳しいですよ。これせっかくベイが動かそうとしてたのに、これじゃベイ動けない、動けないですね。取り返していかなきゃならないですね。カイウィンがそれに気づいて寄ります。ケリアも当然ただ寄っている。ワードをこれ置きたいんですか、消したいんですか。両方ですね。あ、両方。いや、ただここで赤トリンケットを使わないということは、あ、まあ、相手に先に取られていて、でグラガスとグレイブスのポジション見えてないので、ワードを破壊しているところを捕まる可能性が高いというところで、ちょっとまずはレーンに戻ってウェーブを押し上げて、グラガスとグレイブスのポジションを把握してから視界のクリアをしたいという判断ですね。あ、今回しましたもんね、まさに。あ、ちょうど映りました、ケリアも。これって今ケリアがボット先行プッシュできる。いや、ここでトップに行くんですか。花火も警戒はできていますが、ゆっくりと下がっている。ゆっくりとボットのウェーブも押し込まれているので、反対側でカウンターの動きも PSG 取れません。トップのカバーをするしかないですね。もうジュハンがカバーに来ました。ただタワープレートは2枚目。ベイが今度はトップレーンへ動く素振りを見せてはいましたが、周りがミッドに見えました。さあ行くか、行った。ここはフラッシュを使って避けます。当たっていればというようなシーン。ただリフトヘラルトがあるジュハンのカバー、無理はしません。 T1、 いや、これはちょっとスマイドあっても倒しきることはできない。タワープレート2枚追加で獲得です。なんとこれでゼウス5300ゴールドになりました。全プレイヤー一番お金を持っています。クラシーンボディスラムは足残りだ。ただカラヤ壁に止まった。さらにはカイミンが反転、キル獲得したのはなんとユニファイ。ボットレーンの 2V に勝ちました。 PSG ケリアの想定だとユニファイが壁に引っかからずにもっと手前に来る想定だったと思うんですが、壁に引っかかってユニファイのポジションとのズレが、まあ、ちょっと想定通りじゃなかった。そこで前がかりになったグマヨシに対してカイミンがしっかりとアルティメット W で捕まえに行けたといったところの対応が非常に良かったですね。なんかああいうこと起こるんですね。起こるんですね。またトップにいますあと思ったらこれゼウスでした。ジャングラーみたいなポジションでしたね。オーナーだと思ってたらスタンは、届かず。やはりでもミッド周辺の視界、リバーの視界というのは T1 が取っているというのが続いている。ゼウス今回も花火避けています。うまく対応できるようになってきましたね。さあボットのリプレイから。いや、ただこれカイミンのリアクションがいいですね。あ、カイミンがいい、素晴らしいですね。これ多分理想のトリスターナのポジションまでうまく誘い込んだとしても、カイミンのリアクションが素晴らしいので、これはちょっとグメイシ何もさせてもらえなかったんですね。さあただゴールド上位3名は T 番です。お、ユニファイ、ユニファイがちょっと今ちょうど変わりましたね。そうですね、ラストヒットを取って。ただほとんど同じですね、オーナーと。またユニファイが落ちるんだけどまあ、ユニファイ中心にやはりゲームメイクしていきたいと。そうですね、あとやっぱりミッドの主導権ベイしっかりと握っているので、そこを T1 としては崩していきたい。一方 PSG を維持した上でサイドに対して動いていきたいというところを徹底してますね。セカンドドラゴンは T1 が取ります。
テクステクドラゴン。ソウルは何になるのか、またマウンテンか。マウンテンだ。本日我々がした実況解説した試合すべてマウンテンソウル。そういうことって今までなかなかなかったんですけど、はい、これはドラゴンのスタックスとても重要になりますね。そして PSG がマン、リフトヘラルドに触っていますが、ヘクスクラッシュからの仕掛け、ただケリアがしっかり反応して、そしてフィンカーのスリープバブル、そこに合わせてのコラテラルダメージですが、ここはダメージ若干足りず、カイウィン生き残ります。ただリフトヘラルド継続はできないでしょうか PSG。 今カリスタのポジションがかなり遠かったのもあったので、ファイトで勝ち切りたかったですね PSG 側が。そうですね、ヘラルド触って T1 を呼び寄せて、そしてレルで反転してエンゲージ、人数のアドバンテージを生かして決めるという流れだったんですけど、かわされてしまいました ね。さあこれでリフトヘラルド獲得は T1。 リパブルヒット、パドルさあ場所はずらしたが、これで5、6割飛んだ。イグナイトオートアタック、ダメージはどうだ。ギリギリ10半、これは生き残りそうです。83体力残りました。ただやっぱ電撃とイグナイトってキルライン広がりますね。こんなにかなり広がりますね。まだミシックできてなかったんですけど、できてたら危なかったですよ。危なかったですね。そしてまあビーゴの体力を削ったといったところもあって、かなりオーナーが楽に敵のジャングル侵入できるようになりましたから、ボットのファーストタワーへの CG といったところも T1 は楽々できるようになりましたね。ああもうこれ取れますね。なんだったらちょっとミニオンのディラインも狙いつつ、わあまたイグナイト拾っています。なんか他にも出るはずなんですけどね。いやでも結構他のアイテムでヨウムの霊剣とかも結構壊れてますけどね。イメージ上げて、はい、W のパッシブをノーズアタック当てやすくしてと。結構苦しいのがストライドブレーカーとか使いづらいですよね。ですけど、これミッドのファーストタワー PSG 失ったらもうマップのコントロール全く取れなくなるので、これは必ず守らなければならないのと、あとはここまでなんとかゼウス2キル程度で収めてますけど、はい、ここからどう抑え込むか。レーンがただでさえ長いですもんね。よっから入ったー。フェイカー、トーナのコンボ、魂のこれは収穫もありますから。そしてもう1キル追加、ケリアのアルティメットで手前へ、花火がフラッシュインからの雷撃もあるし、そこに合わせての磁気乱流ですが、どうだ、足りるか、ダメージ足りた。そしてビエゴ変身、先陣ねえ、バタラゼウス止まらず。え、何なんですかこれは。トリプルキルはゼウスエース獲得。 T1 体力全く減っていません。ゼウスフェイカーも全く減ってなかったですね。見てくださいこのグマヨシの体力を。どうなってんだよって思いながらファームしてますよ今。そうですね、まあ懸念にイグゾーストを当てるという素晴らしい仕事をしっかりとグマヨシ冷静に行いましたから、ただリプレイです。うわー、どうしようもないですね。グラガスのアルティメットの方向調整、そしてそれに合わせるフェイカーのスキルショット、とんでもない精度でしたね。いやちょっとイレリアのダメージがとんでもないんですね。先ほどでの戦いでお金がたくさん入ったことによりゴアドリンカーができました。先ほどの集団戦は、ルインドキングブレードと素材でしたよね、はい、ゴアドリンカーできました。あと AOE ダメージで3人巻き込んでた花火と匹敵するぐらいにゼウスが単体ダメージで合計1800ダメージにしてたのでちょっとイレリアのダメージとんでもないことになってますね。いやー PSG どうする。ゼウスを狙いに行く、絶対倒したい。シャットダウンゴールド550ゴールド持っています。ウルト上がった。大撃の終わらしから
さあ5人で討伐隊、ゼウス討伐隊です。いやビエゴに入ったのもいいですね。ただその間に他のレーンではしっかりと T1 がファームできています。まあ、トリスターナであればここタワー割れると思いますが、お守りに入ります。アルティメットまで使いました。オーナーこれは違反なんですね。グレブスとグラガさんアルティメットでトップオブジェクト封じましたし、スリップアップルからパドルサダメージ足りた。さあテレポートでやってきたベイ、これは相打ちです。11トレード。ただリフト、マウンテンドラゴンは T1 ちょっとアクションが多すぎて追いつかなくなってまいりましたが、そうですね、トップのアクションイリリア取られた代わりにボットのセカンドタワー取ってドラゴンも取ってということですから、はい、まあ、トレードは T1 が確実に上回っている。さらにはオブジェクトバウンティーがついているトップのファーストタワーを守ったというのも非常に良かったんですけど、フェイカーのスキルショットが非常にいいのでハンダビー倒せちゃいましたね。もう通行はできましたよ。うわ、まあこれキル回収されるのはしょうがないですけど、しょうがないんですか。ただまあしょうがないですか。あそこまでプッシュ、まあ、テレポートは想定外だったようですね。ホライゾンフォーカスに無駄にでかいロッド、ソーサラーブーツマーキュリーじゃない。あの全員通行はできてますね T1。 なるほど。あー軍装グマユシ唯一通行できてるのは PSG 花火だけですか。ボイド、でもこれブーツアップグレードできてないですから。そうなんですよね。一応レベル13、あの本当にうまく花火レーニングしてレベル負けてないんですのはすごいんですか。いや怖い怖い怖い。オラクルレンツに移ったユニファイ、カイユイ、花火も待っている。 T1 囲い込むようにしていくか。ここはポドルサー当たらず。PSG としてはここで戦いたい。花火が非常に簡単に入れる、ブラストコーンがある、あのジャングルの入り口あたりで戦いたい。一方で T1 としてはある程度そこを想定しているので、花火があんまりこう楽に入ってこれるポジションでは戦いたくないということで、ゴールドアドバンテージあるんですけど深入りはしないですね。川のあの入り口より上側行かないですもんね。全く行かないですね。さあレンを押し込んでもう一度。確かにカリスタがいますからバロンは非常に速い構成です。 T1 スリップアップルヒットだ。ポジション入れ替えても、おい無理しません。いやこれだけ長い間懸念が見えないですからね。さあブラストコンで入った。スリップアップルもう一度、ただパドルスターは打たない。これ花火が夜まで耐えられるか。なるほど、ベイに対してバトルスタック、これ当たるダメージ、うわーベイ戦えない。テレポートありませんベイ。それを見てさあバロン開始、花火は裏にポジションを取れている。花火をずっと警戒してきました T1。 どう入る。あーケリアが、ケリアが見回りで見つかった。花火入れません。いやまあバロンの体力のチェックすらできない状況でしたね。これはもうそうですね、エクセキューテッドをちょっと狙いますかね。そうですね。さあタワーデッド、相手チームにはお金が入らないデッドとなります。フルコンボ食らってないんですけど、トリスタナ体力ここまで削られますか。あら、あです。ただそれは行き過ぎた。3人に囲まれている。戦時のエヴァ、ただゴアトリンカをうまく回しながらでしたけれど、最後はユニファイです。まあ、ちょっとやりすぎちゃいましたね。そうですね、だんだん T1 が自由になってきてまいりました。グマユシもフラッシュイン、そしてなんとキルは取れず、逃すような格好になっていそうです。
まあ、かなりこう、まあ、ここから負ける筋というのはなかなかないだろうということで自由にプレーするようになってきましたね。なんでしょうね、最初に開幕でこういっぱいしたのは気にしなくていいんだというようなのを見せるかのようなプレーにちょっと見えますけど、ケニアがグループステージそういうプレーしていたのはかなり印象に残ってるんですけど、ねえ、グマヨシまでフラッシュにするのはちょっとびっくりしましたね。あと ゼウスもですよ。まあゼウスはまあ ここまでちょっと勝っちゃってますから気が大きくなるのも、まあ、分からなくも今年デビューですし初めての国際戦ですし、はい、さあこれでドラゴンズ3つ目となります。 T11万ゴールドもしっかりとつけました。26分という段階です。ただやっぱりトータルで見るとそのオブジェクトバウンティー全く与えずに一方的に取り続けているというのが、今すさまじいですよね。トップもミッドもボットも全てタワーが残っています。ドラゴンも取らせてないですし、何かこう一つ無理にでもこう取りに行きたいっていう気持ちは当然あるんでしょうけどね。取れるチャンスというのもいくつかあったと思いますけど、しっかりとそういったタイミングでオーナーとケリアがアルデメットを使ってウェーブクリアしてますよね。おっとっとっと、いやー、ツーショットのデッド、これもう花火入れないですから。ただミニオンウェーブが来ていません。いやただまあリコールしてるの見えてますからね、帰ってるのは。ボットのインキビターを狙うか、それともボットのタワーか、バロンバフはある中です。さあキャノンウェーブが来ました。いやちょっと花火が入れるポジションがない、入れるポジションずっとケリアが見てますからね。ケリアがスライドしてミッドのインキビター狙いに切り替えました。 T1 バロンバフがなくなりました。フェイカー、ここ当たらず。さあ横から花火、またしてもケリアが目の前にいます。もうここからはずっとフェイカーのスキルショットを軸に睨み合いで勝っていけばいいですから。いやーちょっとあのグラガスの横幅が広すぎて抜けないですね。本当になんか実際のグラガスの大きさよりもさらに大きく見えますよね。てか花火からすると本当に邪魔で仕方がないと思いますが、本当に丁寧に T1 は相手の勝ち筋、集団戦で勝つパターンということを潰しにいってますね。先手先手で潰して、そして自分たちがリスクなく勝てるポイントというのを作り出して、そしてそこで勝負すると。さあ一旦リコール、アイテムがとんでもないことになっています。 T1、3コアがほとんどできていると言ってもいいでしょう。フェイカーが積もうとしているデスキャッパーちょっとだけお高いですから。そうですね、合成費用も高いですから。はい、デスダンスがゼウスは完成、そしてマルモテウスの胃袋オーナー完成、ハリケーンが完成、グマユシ魔法防御を積みたいんですが PSG ちょっと積める余裕はありません。ユニファイのとにかくインフィニティエッジを急ぎたいところ。インフィニティエッジがないとイレリア倒すことは不可能ですからね。あっても倒せるんですか。でもないことには始まらないですから最低限そこは欲しいですよね。まあどこであとはファイトの形を PSG が作れるかですか。そうですね、まあやっぱりインヒビター前といったところは、まあ、あれだけキリアに警戒されてもなお、勝負ポイントを狙うポイントにはなるのは間違いないと思いますね。ボットとそしてトップを押しています T1。 さあバロンまではあと40秒です。いやまた果てたフェイカー、18クリップアップル、コラテラルダメージ、何個魂を収穫しているんでしょうかオーナーは。ゼウスのリコールをやめました。レベルは16、まあ、基本的にはプレッシャーかけつつやっぱり相手の陣地の近くでプレーする時間を短くしてバロン周りの視界のアドバンテージを確実に取れるような
ウェーブの有利というのを T1 維持して、そして湧いたらラッシュという展開を狙ってますが、まあゼウスこれはちょっとおとりに近いですね。ああ、なるほど。さあまずは1対1で勝負しに行く来客の大嵐と、これはストップウォッチを使って倒しましたが、まあ狙いはバロン。そうですね。さあこれでバロン獲得、 T1 ドラゴンまでも30秒です。いいか、ゴースト拾った、ゴーストジュハンは慌てて逃げます。あのサポートがトップでソロプッシュしているんですけど、何ですかこれは。いや、それはやっぱりあのミニオンを倒すとお金とゴールドが獲得できるっていうのがやっぱりリーグオブレジェンドの基礎ですから。なるほど、はい、ちょっと不思議な光景なのでうわこれがフェイカーです。しかもスマイト拾いましたよ、ドラゴンファイト前に。なのでオーナーキル狙ってません。さあオーナーフラシーン、いやーこれでダメージ1キル。あとブレイカはソッポッチで太陽、そしてワシのおごりじゃで助けるのはケリア。ドラゴン獲得、 T1 満点ソウル獲得です。 PSG ちょっと何もさせてもらえないという時間が続いています。連戦の最中はベイのロームからゲームを作るというプランがあったんですけど、中盤のローテーションのフェーズに入ってからはあり何もさせてもらえないですね。いやというかフェイカーの増位がちょっとプレッシャーが高すぎますね。ゴッドのインヒビタータワー、インヒビター破壊成功というのはまた狙っているフェイカー。フェイカー体を隠して狙う、当たるんじゃないか、いやギリギリ。チャームは当たっていません。グマユシはこれは当たっていない。今のストップウォッチ解除時当てれていればというような。そうですね、クレンズ持ってないですから、チャンスだったんですが、その前のところ多分9ステップで壁越えするのもグマユシちょっとミスがあったので、本当にチャンスでしたね。いいか、うわー一発5割です。エンゲージ担当のレルの体力を削ったのはあまりにも大きい。一気に前のメリデタワーを壊していく。あーケリアもやはりパームがしたい。いやチームのためにプッシュしていると。じゃあミッドのインヒビターフラシーン完璧、これがケリアのエンゲージです。これをカイビンやらなくてはいけない。いけるか、最後のファイトになりそうだ。ネクサス前カイミン行ったが、あやーってアルティメット誰にも当たらず。そして前陣のエーバ、さらにはグマヨシのアルティメットでケリアが3番ノックアップ、エース獲得 T1。 さあ大歓声の中勝利したのは T1 となりました。いやーやっぱ強いですね、個人技の高さ、そして勝負どころでのリスクを徹底して排除して自分たちの強みをぶつける動き、本当に何もさせてもらえなかったですね PSG タロン。なんか自分たちのこのやることを確認するかのようななんか試合内容と、そうでしたね、いう印象を受けましたが、要所に入ってからのそのかなり手堅いチームとしての動きというのは、まあ全く崩れることなかったですからね。いやものすごいお客さん入ってますね。もう試合終わった途端に観客の皆さんも挨拶する T1 が近くで撮りたいので一気に前にダーって移動されてましたね。やっぱり難しいですね、ケネンやグエン、グループステージだと先出し安定ピックだったと思うんですけど、それに対する回答、ブラッド、そして今回イレリアが出てきた、そして、まあ、カリスターがやっぱりどんなピックが来ても勝てるというところで、そこが軸になっているような印象もありましたね。やっぱり今のトップレーンって魔境ですって。魔境ですね。ナーも無理ですよ、イリリア来て終わりだし、はい、ですし、ガンクプランク先出しも終わりますし、
本当に難しいですね、うん、しかもそこをブルーサイドはチームで支えながら戦わないといけないんですよね、先出し確定ですから。でこの場合でだとアーリがやっぱりそういう意味でゲームの中盤、あ、序中盤のところでプッシュ先行できて、でサイドのアクションができるという状況だったんですけど、ただやっぱりちょっとサイドのウェブのマネジメント全く取れなくて、うん、ダイブウェブというのを全く作れなかったと、というのが本当に痛かったですね。うん、3レベルでソロキルだそうです。理想のイレリアですよね。ここはカイミンのリアクションが素晴らしかったですね。何も言うことがない完璧なカウンタープレイだったと思いますね。あれ飛び越えられないのおかしいと思うんですけどね、あんだけジャンプしてるんですけどトリスターな。いややっぱり高い壁なんですかケリアは。うーん、というのも、まあ、グラガスの腹がでかいとあんな頭以上に腹出てる怖いですけど。いやチャンピオンですから。ああなるほど、そういうことでしょうか。いや懸念のいいカウンターエンゲージ入ったかなと思ったんですけどね。ゼウスはテレポートで来てるんで分かりますけど、フェイカーずっと最初にいてなんでタルが減ってないんですかね。ディエゴとの 1v1 のような形ではあったんですけどね。うーん、アーリーでもゾーイなんだな。ルブランよりもゾーイの方がいいって判断してる可能性ありますよね。うん、電撃イグナイトのゾーイであれば戦えるポイントはルブランよりも多いということのようですよね。なんかレベル2結局なんか E を取るんじゃなくてダブル取ってサモスペ回したら勝てるよねみたいな感じでしたもんね、うん、それだと思いますね。やっぱりそこがルブランと違って確実に有利が作れる大きなポイントというところだと思います。あそこでミニオンのウェブの主導権握ってテレポートとイグナイトの差といったところをまあ潰して、はあ、帳消しにできる、はい、そこでミッド周りのアドバンテージ、実際7分8分あたりのところまでは T1 の方がミッド周りの主導権握れてましたから、それによってグレイブスがより動きやすくなっていたというポイントもあったと思いますね。2万3000ダメージ、すさまじい。ゼウスも1万4000ですから。オーナーこれほとんどアルティメットだけじゃないですかそんな感じしますよね、うん、途中からはスリープバブルに合わせてウルトを打つというところ で、うん、うでね、あのかなりダメージ出しましたからね。さあこれにてですね MSI2022 ランブルステージデイ1の試合が全て終了となりました。本日の試合結果出ますかね、このようになりました。さあというわけでまあ初戦から波乱が大きいというかまあ G2 の日でしたかね。そうですね、うん、本当に G2 の日だったと思います。さあそれを踏まえての現在のランキングがこちらです。さあすごいことが起きましたレボロさん。G2 が 2-0、 この無敗記録どこまで伸ばすのか。そしてまあその G2 に敗れた T1 や RNG がまあどう修正していくのか、まあ、ここからはやはり、うん、メタがまた変わっていくと思いますから、どのチームが一番先にこうメタにアジャストしてこの MSI における強いピック強い構成というのを編み出していくのかというのが、うん、まあ、このランブルステージ一つ楽しいなポイントになると思いますね。さあそしてデイ2のスケジュールですけれども明日ですね、このようになっております。あ、初っ端から G2 の試合があるということですけど気になる注目の試合ありますかレボロさん。まあやっぱり RNG vs T1 5試合目じゃないですか。そこに目がいっちゃいますよね。いきますね、まあ、かなり重要な試合になると思いますし、まあ、まだ1回目と、ね、もありますから、はい、前半戦です、はい、まあ、どちらも今のカードで、まあ、どういう戦い方になるのか。今回ブルーサイド RNG なのでドラフトがやっぱり難しい、はい、先出ししなきゃいけないと、うん、一方で T1 は今日見せたように懸念に対してイデリア、まあ、ジェイスに対してもイデリア持ってたりとかしますから、
レッドサイド側の T1 がちょっとドラフトで有利作れるかなという印象がある中で、 RNG がどういうドラフトの準備しているのかというのは楽しみですね。大体5戦目ですので、この注目試合は21時前後になるかなと日本時間では思いますのでね、まあ、ここのルボルさんの注目試合もお見逃しなく。さあ、そしてですね、この MSI 2022明日 Day 2ですけれどもね、ランブルステージの Day 2ですけれども、明日の17時より、日本時間17時よりお送りいたしますので、そちらもね、開幕から見ていただければなと思います。じゃあ最後何かあれば、本日1日いかがでした？まあ本当に何度も言うんですけど、 G2 が想像以上に強かったです。いやー、 TIS にすればよかったですねっていうのが今日1日終えての感想です。気持ちいいそれでは皆様、明日11時でお会いしましょう。さよならさよなら